はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと撮影ドキドキしております。もうね、タイトルやサムネにもあるかと思いますが、本日は杉田屋さんという家系ラーメン店に向かっております。もともとですね、家系ラーメンというのは、僕も大好きなんですけれども、吉村屋さんというお店さんからね、発祥いたしまして、そのね、元祖家系ラーメン店から第1号店としてですね、独立のれん分けをされた、もう超有名店でございます。で、こちらのね、杉田屋さん第1号店は神奈川の方にあるんですけれども、千葉駅前にも店舗がございまして、そちらにね、向かっております。またね、この千葉の方には駅前店以外にももう1店舗あるんですけれども、そちらの方にはね、ちょっと家族で行ったりしてるんですよ。ただこの今日伺っている駅前店さんは初めてですので、まぁ、ちょっとですね、通常のラーメンもいただきつつ、またさらにですね、いろんなトッピングをカスタマイズした、本日合計2杯をね、楽しんでいこうと思います。ということで、本日訪れましたお店がこちら、ラーメン杉田屋さんでございます。そしたらですね、ただいま15時前、本日ですね、撮影を約束させていただいている時間となってますので、早速ね、これ店内に入って美味しいラーメン食べていこうと思います。本日はですね、オープニングでもお話ししたように、通常のラーメンの大サイズにまぶし丼という丼物で、2杯目にはまあちょっと色々ね、トッピングしたチャーシュー麺の大サイズにライスを注文してあります。で、今回はですね、ちょっと特別に麺揚げ等のシーンも撮影していいよと、ご了承いただいておりますので、お店の方のね、ちょっと手元を映させていただいて、このね、仕事風景も皆様に見ていただければと思います。ということで、本日ですね、1杯目到着いたしました。本日1杯目はですね、こちらラーメンの台に味玉やちょっと海苔も増していただいてまして、ご飯物も一緒にまぶし丼追加してあります。いや、もうね、今日何も食べてませんので、早速ねこちらいただきたいと思います。ちょっとスープをね、まずね、このスープがめちゃくちゃうまいんですよ。あー、うまうま。今回ね、このお好みに関しては全部普通で注文してますけど、ここね、一口目から来るこのガツンとした旨味、醤油の香りにチー油の深み、バランスが最高よ。ちょっともうこれはね、麺いっちゃいましょう。もう待ってないわ。おお、うまいな。うますぎるな。うちもね、この先ほど言ったように、神奈川の本店の方は妻とね、よくこう2人で行ったりしてたんですけど、最近はね、なかなかこう私生活でラーメン行くことがちょっと減っちゃいまして、体のことを気を使って。で、本当にね、この杉田屋さんのラーメン久しぶりなんだけど、うますぎる。今ね、僕の体が欲してたこのうまい味ですよ。まぶし丼いっちゃっていいですか。このまぶし丼ね、200円でもうこんだけ切り落としのね、チャーシューが贅沢に入ってるんですよ。これはね、絶対にうまい。やっぱり杉田屋さんのチャーシューって、吊るし焼きのね、このスモーキーな香りもしっかり映ってるチャーシューなんで、これがね、ご飯と一緒に食べると最高にうまいわ。あ、あります。
すいません。もっと食べないといけない。ありがとうございます。いただきます。今ちょっとね、こちらのオーナーさんからありがたいことに、ちょっとね、もっと食べないといけないよってことで、チャーシューも追加でいただきました、サービスで。この切りたて、出来たてのチャーシュー見えます？このピンクがかってさ、うまそうでしょ。いや、うまいな。やっぱりね、このチャーシューの香り強いから、通常のラーメン頼んだ時とチャーシュー麺頼んだ時、若干ね、このスープの香りも変わってくるんで、それもね、2杯目の楽しみなんですよね。ただね、もうちょっとこの1杯目のラーメンも終盤戦なので、このトッピング大好きなね、海苔と、今日じゃあ杉谷さんはね、青菜になりますので、この青菜をあえていただきます。うん。うまっ。やっぱりね、この家系ラーメンと、僕ほうれん草好きなんですよ。やっぱり一緒にこう会えると、ラーメンの甘みが増すというか、その組み合わせも好きなんだけれども、青菜のね、ちょっとした苦味、これも合わさるとね、また後味がすっきりとして、ほうれん草だけじゃなくて、この青菜も大好きなんですね。マジで今日一生食える。じゃあちょっとですね、これ1杯目の具材はこの味玉でラストですね。そしたらですね、本日念願1杯目の杉谷さんのラーメン完食させていただきました。ひとまずごちそうさまでしたということで、このままですね、続いて2杯目作っていただきたいと思います。あ、ありがとうございます。うわ、うまありがとうございます。いただきます。ありがとうございますということで、本日2杯目ですね。で、今回ですね、2杯目いただきますのはこちら、チャーシュー麺の台でして、トッピングが海苔ダブルで、青菜に味玉を追加させていただいております。でもね、いっぱい食べてるんですけど、まあ2杯目もね、楽しみということで、こちらもいただきたいと思います。これね、本当にね、そんなに変わるって思われるかもしれないんだけど、このチャーシュー麺とラーメン、このチャーシューについてるこの燻製感というか、香ばしい感じの香りの違いで、やっぱりね、また感じ方も変わってくるんで、あー、やっぱうまいな。通常の際はね、この醤油感の方が強く感じるんだけど、今回はね、この鶏油感っていうのかな、甘みっていう部分がよりね、強く感じるね。あー、これ何倍でも食えちゃうんだよな。あー、うまい。
しておきます。僕はね、杉田屋さんのラーメンが好きすぎるので、今回2杯ね、代をいただいてますけど、卓上にね、あるアイテムで味変はしません。もう最初から最後まで、この味を味わいます。ですね、こちらの、千葉の方の2店舗の専務さんでございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ楽しませていただいております。ありがとうございます。本当にね、この家系ラーメンで結構厳しそうなイメージとか入りにくいかもって思われてる方も結構いらっしゃると思うんですけれども、こちらのね、本当に杉田屋さんはアットホームというか、接客の方もですね、すごく丁寧で入りやすいお店さんですので、家系気になってるんだけどなかなか行けないんだよって方はぜひね、お試しください。お試しくださいというか、絶対食べてください。ちょっとね、この辺りでこのライスいっちゃいますか。ちょっとこれもうスープに浸した海苔でくるみまして、最高ですね。もちろんね、まぶし丼も美味しいけど、この白飯に麺ね、うん、うまっ。うまいな。贅沢に全部ね、チャーシュー、海苔、青菜、あえたのとライスでね。ありがとうございます。あともうほんと2口分ぐらいかな。あっちゃうな、今日も撮影が。うん、ということでですね、本日こちら杉田屋さんでですね、美味しいラーメン2杯いただいてまいりました。最高でございました。僕自身ですね、こちらの杉田屋さん本店の方のラーメンが大好きで、この千葉駅前店さんは初めて訪れたんですけれども、念願かなってもう我慢した末のこのラーメンだったんでね、最高のラーメンがより最高になりました。まあね、もちろん家系好きな方から全然家系を食べたことがない、そんなに好きじゃない、苦手かもなんて方でもですね、杉田屋さんのラーメン食べていただければ、もう一発でこの家系ラーメンというものが好きになる、まあ、そんなね、美味しい絶品ラーメンでございますので、ぜひですね、今回の動画を見て気になった方はこちら杉田屋さんの千葉駅前店で、もちろん有効店というね、駐車場がある大きい店舗もございますので、こちらのね、杉田さんで美味しいラーメン食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画やっと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、こちら概要欄からチェックしてみてください。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あー、うまかった。